この楽譜、駅長さんに渡さないと。 駅長さん、どうもありがとう。ちょっと、あんな風に突然外に出て何か危ない目にあったらどうするの。やっとオアシスに巡り会えたから近くの廃墟に行って楽譜を探さないとって思って帰ってくる時、雨に濡れたんじゃない？体はなんともないの？なんともないよ。 ちょっとぐらい雨に濡れたって花は生えてこないし、ほら見て。おい、誰かいるか。雨漏りが増えて通路まで通れなくなっちまったんだ。 私たちが手伝いますよ。パパ、私も手伝う。ダメだ、危険すぎる。お前はテントに帰ってパパの帰りを待ってなさい。いいね。はい、私も一緒に手伝う。お前が手伝うだと？これ以上みんなに迷惑をかけないでくれるのが一番助かるよ。クラウス、うん、手が空いてるやつは全員俺について来い。 エコー、ちょっと来てくれるかい。駅長さん、何ですか。君が見つけてきた楽譜なんだが、何枚かすでに花が咲いていて譜面が読めないんだ。え、さっき走ってきた時に濡れちゃったのかな。これじゃ演奏できない。ディーモを連れてきてくれ。
彼ならきっとどうにかできるだろう。ディーモ、私の言うことを聞いてくれるかな。私の頼みだと言えば彼も嫌とは言わないさ。わかりました。ここにいたのね。ずっと探してたんだから。ねえディーモン、聞いてるの？ピアノの部屋まで来てくれない？駅長さんがあなたに手伝ってほしいことがあるんだって。ねえ、ちょっと待ってよ。駅長さん、ディーモを連れてきました。ありがとう、エコ。どういたしまして。でも駅長さんはどうしてディーモになら「できる」って言ったの？